僕は、アメリカ合衆国メリーランド州、フォートワーシントン出身の元プロバスケットボール選手で、現指導者。NBA のフェニックス・サンズのアシスタントコーチを、務めている。高校卒業後、ジョージア工科大学でプレーした。2年時には、平均12.5得点、5.6アシストを上げて、チームが、NCWA トーナメント決勝に進出するのに、貢献した。 3年時には、平均15.5得点、4.8リバウンド、4.5アシストを上げた。最終学年には進学せず、NBA ドラフトにアーリーエントリーを行った。2005年の NBA ドラフトで、デンバーナゲッツより、全体22位で指名され、直後に、ポートランドトレイルブレイザーズに、リナス・クレーザー、リッキー・サンチェスと交換で、トレードされた。 2005年のルーキーシーズンは、スティーブ・ブレイクや、セバスチャン・テルフェアの控えとしての起用であり、出場時間も限られていたが、2006年に、ブレイクが、ミルウォーキーバックスへ、テルフェアが、ボストン・セルティックスへそれぞれ移籍するとネート・マクミラン、HC によって先発ポイントガードとして、起用されるようになった。2007年に、ブレイクがポートランドに舞い戻ると、 ジャックは一時期シックスマンとして起用されることもあった。2008年7月、ジョシュマクロバーツ、その年のドラフトで指名されたブランドン・ラッシュらと共に、アイク・ディオグ、ジェリット・ベーレスとのトレードで、インディアナ・ペーサーズへ移籍した。2008から09シーズンは、全82試合に、平均33.1分出場し、平均10.4得点、3.4リバウンド。 4.1アシストを上げた。制限付きフリーエージェントのジャックにトロントラプターズがオファーを行い、ペーザーズはラプターズのオファーにマッチせず、ジャックの移籍が成立した。2010年11月、ペジャストヤコビッチらとの交換トレードでニューオーリンズホーネッツへ移籍した。2012年7月11日、3チーム間のトレードでゴールデンステートウォリアーズに移籍。 2013年3月22日のサンアントニオスパーズ戦ではベンチスタートながら30得点10アシストを記録した。ベンチスタートした選手がこうした記録を達成したのは1996年のマジック・ジョンソン以来のことであった。2012から13シーズンは n b a スマンションの投票で3位となった。 先発4試合を含む79試合に平均29.8分出場し平均12.9得点3.1リバウンド5.5アシストを挙げた2013年7月12日クリーブランドキャバリアーズと契約を結んだ2013から14シーズンは先発31試合を含む80試合に出場し平均9.5得点2.8リバウンド 4.1、アシストを挙げた。2014年7月10日、ボストンセルティックスを含む3チームによるトレードで、ブルックリンネッツに移籍した。2014年12月、ジョージア工科大学を卒業した。その足で同日ノースカロライナ州シャーロットを行われる、シャーロットホーネッツ戦に、試合1時間前に合流した。2015年11月14日、 ゴールデンステートオリアーズ戦でオーバータイムの末破れたが自身キャリアハイとなる28得点を記録した。2016年1月3日、ボストンセルティックス戦で右膝前十字陣帯の断裂と半月板を損傷し残りのシーズンを全休。6月30日に解雇された。2016年7月10日、アトランタホークスと契約したが10月20日に解雇。 2017年2月24日に、ニューオーリンズ・ペリカンズと10日間契約を結んだ。しかし、左膝を痛め、3月5日に解雇された。2017年9月15日、ニューヨーク・ニックスと契約した。2019年3月5日、NBA 人リーグのスー・フォールズ・スカイ・フォースと契約した。2021年1月14日、バッグリーグ・イグナイトと契約した。 2021年8月7日、フェニックスサンズのアシスタントコーチに雇われた。持ち前の素早さと体格を活かした守備型のポイントガード。もともとはインサイドへのペネトレートを狙うスタイルであったが、先発を任されるようになってから3ポイント成功率を磨き、今ではアウトサイドからの決定力も強力な武器としている。 現在は各チームを渡り歩くジャーニーマンに落ち着いたが、所属した各チームで、シックスマン的な役割を黙々とこなしており、試合の重要な場面で、ラストショットを任されるなど、重宝されている。ありがとうございます。